やっほー、あやでーす。はい、今日はですね、もうやっと20万人行ったんですよ。だからもう、ね、スペシャルゲスト呼んでおります。こちらです。バババババババーンということで、どうもあやです。でもね、今さ、これ見てる人は、え、弱みたいな。いや、兄弟チャンネルやん、ね、って思ってますよね。そうですね。そんなわけないじゃないですか。そんなわけありません。そんなわけありません。もう、兄のいいところは、人脈が広い。それだけ。ありがとうございます。それだけなんです。今回も兄の力だけを使って、はい、お願いしました。はい。古川優香ちゃんに来てもらって。イエーイ。イエーイ。やばくない？やばいね。そうよ、20万人に出るような人じゃないよ。怖い。気まずい。え、さっきさ、マルが出てたやつ、どっちのチャンネルだっけ。はいはい、あ、兄弟です。あ、兄弟か、はい、よかった。あの、ちゃんとあのフレッシュな感じの、もう何も悪いことしないので、はい、はい、はい、お邪魔します。お願いします。ありがとうございます。ということで、今回はゆうかちゃんとね、イタチョカイスを食べるのが夢なんですよ。はい、はい、弱い夢。夢ちょっと弱い。夢で食べてもらってもいいですか。あ、もちろんです。食べてもらってもいいですか。ありがとうございます。嬉しい。 YouTube 見てんねん。え、どういうこと。めっちゃおすすめに出てくるね。それでじゃあ見てたらもうめっちゃ出てくるか、毎日。なんで。汗食べたことありますか。あるあるある。あ、ある。いただきます。いただきます。美味しいよな、これ。美味しい、もう大好き。だから、ゆうかちゃん来てくれたから、はい、なんかお前、聞きたいこと、今しか聞けないんだから。もう聞きたいことはたくさんあります。ゆうかちゃんはもう神みたいな。でも、女の中でも神みたいな存在じゃないですか、うん、やっぱり。ね。だって、俺らの目標の TGC 歩いてるもんね。TGC 歩いてる。毎回 TGC 歩いてる。俺らも兄弟で TGC 歩きたいんだよ。だから、もう本当に、もうゆうかちゃんになりたい人なんていっぱいいるじゃないですか、うん、やっぱり、うん。だから、それを私は代表して、一ファンとして、うん、いろいろ聞いていこうと思います。イエイエイ。イエイエイ。ということで、まず聞きたいこと。毎日何食べてるのか。弱い。まあ最初は弱い。最初は弱めに、はい、やっぱダイエットすごいで、え、もうやめて。あ、やめとく。頑張ることを、うん、お酒も一気に飲まへんくなって、はい、ほんまにお酒も飲まへんくなって、うん、10キロやしてんけど、はい、何のためにしてるのか分からへんくなって、うん、毎日でもお菓子めちゃめちゃ食べてる。え、ゆうかちゃんのお菓子食べるんだ。いや、ウニしか食ってないと思うんで。高い、一回一回の寿司のウニとかしか食ってないと思う。バカやん。でも逆になんか引きこもりみたいな食事してるかもしれない。うーん、まあもう外歩けないんで。確かにね、辛すぎて。腹立つな。だってゆうかちゃんの4個下か、うん、だからゆうかちゃん4年前何知ったんですか。確かに19、今20の代なんですけど、うん、YouTube 始めるか始めへんかやった。ってことは20の時の古川優香と仲町綾比べた時、綾の方が上ってことですか。それはそう。イエーイ。帰ってきた。やっと見つけた。やっと見つけた。え、でもそんな結構遅めなんですね。遅めって言ったらあれだけど、高校卒業してやることなくて暇すぎて始めたから、うん、え、その時の人も何それみたいな感じだった。はい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 、確かに。だからほんまに19とか20歳ぐらいの時に始めた。じゃあ、うん、あともう一つ、うん、最近買ったもの。最近買ったもの、はい、確かにね。いや、それマネージと買いたいもんね。買いたい買いたい。最近買ったもの、こんな買い物しない感じですか、あんまり。うん、物欲なくなった。なんかさ、YouTube 始めた時とかはさ、うわみたいな、金稼げるようになったみたいな、うんうん、あれ欲しいこれ欲しいみたいなってたけど、結局なんか使わんものとかがあったりで、なんかほんまに物欲失せてきた。いや、何やろ最近買ったもの。あ、でも YouTube 初めてちょっといいバッグ買おうと思って、はい、うん、ロエベのバッグ買った。もう分からない分からないもう分からないっていう。分からない。え、買ってんけど、うわ、高っと思ったけど、うん、いや、頑張ってるしって言い聞かせて買った。へ、うん、まあ、大人のブランドだね。ね、分かんないもん、うん、だってロイベ、ロイベ、あとで調べた。ちゃんと確認してきます。え、でもなんかさ、服とかをさ、ハイブランド買うにはまだちょっと勇気が出えへんから、うんうん、ちょっとカバンから手出そうかなみたいな感じ。すごいですね、だってね、めちゃめちゃ多分お金持ってるのに。なんでそんな、私だったらもう、ま、もうバレンシアガ、バレンシアガ。もうそうなってくるよね。バレンシアガタトゥー入れるよ。そういうバレンシアガ。でもなんか、ゆうかちゃんのインスタとかも見ててもめっちゃ確かに思う。普通にウィゴを着たりとか、うん、冬かも。全然なんかそんな
ハイブランドとか全然持ってるイメージないから、だから人気なんだろうね。ね、そういうとこか。うん、だから遠い存在なんだけど近い存在っていう。お前も分かった、お前ブランドのさ、バレンシアガの帽子とか持ってるでしょ、あんた買うな、捨てろ、すいません、今すぐ捨てる、今すぐ捨てる。え、じゃあ、ゆうかちゃんの彼氏といる時、うん、どんな感じなのか。なんかゆうかちゃんってやっぱ適当みたいな、うん、なんか何も考えずに生きてるみたいな、うん、いい意味で、うんうん、確かに。ちなみに俺とゆうか、俺の一行やん、ゆうかちゃん、うん、で、ゆうかちゃんの彼氏はサグア君は、俺と同い年、うん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 、だからなんかじゃあ彼氏とも見える。そうですね、まあ彼氏ですね、ほぼほぼですけどね、ほぼですけどね、すいません、汗汗ふざけんなよ。彼氏とおる時も普通やで。だってさ、動画お互い撮ってんの見たりもしてるし、友達おるところと、友達と遊んでるのにもおったりするから、なる。逆にさ、彼氏とおる時だけデレデレみたいなのはないかも。へー、超まんま。うん、逆になんなら可愛い姿というか、うん、何ちゃんとした姿で一緒に住んでるからさ、うんうん、おらんからさ、逆になんかちょっとあんま女らしくないとこばっか見せちゃってるかも。まあそれが彼氏ですよね、確かに。逆に言うと、うん、じゃあ何してる時は楽しいですか？ぼーっとしてる時。あ、もうここまで来るとぼーっとしてる時が暇な時が一番幸せなの。あー、確かに。なんか昔は、うん、なんかこう遊ばないと仕事頑張られへんとか思ってたけど、うん、もうなんか家に犬もおるし、まあ、家でぼーっとしてなんか普通にしてるだけが一番幸せやなって思う。なんかで逆にぼーっとしてる時間がないとメンタル崩壊する、あー、じゃあもう追い込まれてるんだ。じゃあ、うん、ほんとオフとかはほんと家にいてって感じですか？どうやろう。休みの日やっぱ今にしてる。でも私はもう今多分友達と遊ばなきゃっていう、うん、遊ぼう遊ぼうとして。でも確かに19で遊ばなかったらやばいよね、うん、19で遊ばなきゃ、うん、なんやろ、休みの日は。じゃあ逆に、うん、ゆうかちゃん休み1ヶ月でどれぐらいあるんですか？でも月によるけど、なんかあ今月忙しかったなもあるけど、あめっちゃ暇やなみたいな時もあるから、逆に言わないと、じゃあ今日午前中だけとか次の日午後だけとか、なんかちょこまかちょこまか、暇やのに仕事がちょっとあるからどこも行かれへんっていうのが嫌やから、なんか休み取るようにしてる。あ、なるほどね。こことここはどこ行くから休みにさせてみたいな言って、はい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 、休み取って。でも出かける予定ない月とかは普通になんだかんだ働いてるかもしれない。いいよ、でも YouTube 撮るしさ。確かに、うん、私も YouTuber 最近なったんで分かります。あの解散してね、友達と解散して、はい、ちょっと頑張って見てるんで。そこから見てるんで私。じゃあ YouTube で楽しいと思う瞬間。でもさ、 YouTube 口実でさ何でもできるやん、うん、なんかさ、じゃあ普通にさ YouTube してない一般人やったらさ、いたちょ返すこんな顔のさ、なんかもったいないなって思うけど、確かに確かに YouTube で食べるしいいやってさ、はいはいはい、できたらさ、何でも自分のちょっとでも好奇心の口実にできるから、あ確かに楽しい。なんか取り寄せでなんか何食べたいなってなったとしても、いや高いしめんどくさいな、いやでも YouTube で食べようみたいな感じで口実にできるから、確かに自分の欲望をそれで満たしてる感じはあるから、結構全部楽しい。すごい人生なんか楽しそう。じゃあ YouTube でバズるには、ゆうかちゃんがガーッ来た時っていつなんですか？ゆうかってないって、そういうのなんかわーとかじゃなくてさ、で、今もずっと上がってる。でもゆうかちゃん痩せた時じゃないですか？かな、結構。あ、でも痩せて YouTube じゃないけど、痩せて仕事の幅は広がった。その雑誌出たりとか、ファッションのモデルさせてもらったりとかの仕事は痩せてから増えたけど、 YouTube はなんか自分は最近多いやん、なんか TikTok でバズって、うんうん、パパラピーズとかも TikTok でめっちゃバズって調子良くなったとかあるけど、なんか参考一も自分もなんかずっと特に何もなく普通に上げ続けてて、普通に。でもなんか YouTuber の始まりって感じだから。そう、確かに。でもあんま流行ってなかったけど、うん、でも自分もなんかようわからんまま始めたから、最初とかもなんかとりあえず撮影の家借りたけど、何これみたいな感じやつ、意味もわからずみたいな。気づいたら伸びてたんだよ。やっぱやり続けることが大事だね。確かに。やめちゃダメだね、うん、やめちゃダメやね。だからもう俺やります。俺もやります、マジで頑張ります。じゃあ嫌いな女。嫌いな女、ゆうかちゃんの嫌いな女、なんか性格とか、うん、あー分かった、あ、おる。なんか女の子がなんかヘラヘラとかは全然、うん、いいねんけど、うん、SNS で過剰に酒飲みアピールする女。あー、はいはい、今日も飲みみたいな。そうそうそう。なんかちゃうねん、なんかさ
キャラがあるやん、なんか、ヘラヘラはもうそうやん、でもさ、なんか言う必要なくないみたいなまで言う、はい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 、めっちゃ苦手、遊んでるんだよ私みたいな、そう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 、はいはいはい、顔可愛いのにノリいいしみたいな、はいはいはい、みたいな感じがちょっと好きじゃない。でも結構オラオラの方にいませんでした昔、うん、あでもその時はもうメンタル弱ってたから、うん、酒飲んで仕事行かないと、うん、あーってなっちゃうぐらいちょっとなんかその時は今考えたら追い込まれてたなって思うけど、今はもうちょっと普通になった、うん、彼氏できたし犬いるし犬いるし平和だね、うん、平和になった一気に別にそれも楽しいねんけど、うん、いちいち乗せんでいいやんって思っちゃう、うんうん、確かにえでもマジでお酒とか1年ぐらい飲んでないマジっすかマジで飲んでないやば今いっぱい飲んだだけでうわってなっちゃうぐらいだと無理やと思う、すごい彼氏とも飲まないんですか彼氏は飲むけど自分は飲まない、じゃあゆうかちゃんが逆にちょっと質問してあげてもらってもいいですか、うん、でもなんか気になることめっちゃあるなんか動画でテンションどうやって上げてるかもうどうしても今日はもう頑張られへんっていう時とかいやでも今日動画撮らないとって時は気合あマジ気合無理やり上げでもあんまりテンション低い時はもう撮らないって決めてます、なんか自分が例えば購入した時とか何か購入した時はめっちゃテンション上がるじゃないですか、もうそのテンションでもう今撮ろうみたいな、テンション高い時にもう撮っちゃおうみたいな感じで撮ってます、ね、はい、なんか多分感情が表に出なすぎてそれがすごい自分の悩みやねん。あーでもなんか無って感じ、そう無やねん、確かに確かに、なんか友達にハッピーバースデーされてもめっちゃ嬉しいねんけど、どう喜んでいいか分からへんから、あ嬉しくないんかなって思われたり、動画とかでもそういう動画があったら絶対古川は祝ってもらってんのに嬉しそうじゃないとか、なんか言われるからめっちゃ難しいなと思って、なんか逆に そのハイテンションは羨ましいね。テンションゲーだもんね、あれは。でもお祝いされた時からめっちゃ喜ぶタイプなんですよ。死ぬほど喜ぶ。はぁーって、嘘でしょ、本当にどうしよう、本当にそうなっちゃうタイプなんで。あ、でもすごい、それをしたい。でも逆に全部顔に出ちゃうんですよ、私は。もうだから嫌いな人とか言ったらもうとことん顔に出ちゃうし、みたいな。羨ましい。なんか嬉しくても嬉しい感じが出えへんから、うん、なんか聞き流すにはちょうどいい動画やけど、うん、ハッピーな気持ちになれるチャンネルはこっちやん。あーでも、あ確かにそうかも。そう、なんかラジオとか、ラジオっていうか見ずに喋ってるだけやから、うん、なんか寝る前に聞くとか垂れ流しに多分めっちゃ聞いてもらうことは多いけど、なんかハッピーが難しい。カメラに向かってハッピーになられへんYouTuber が言いやつじゃない。数字で見えるから。あまあ確かに。え逆にもうなんかちょっと調子悪かったらもう無理やんみたいな。確かに、確かになる。わかるよね、うん。じゃあもういいかな、いい、終わって。いや本当に全然大丈夫、もう十分ぐらい。このこういうチャンネルに出るのが一番やむねん。なんか面白いこと言われへんからさ、どうしようみたいな。いやもう、もう本当にやめてください。本当にありがとうございます。何、本当にありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。それでは終わります。バイバーイ。はい、ほんまにいける。ありがとうございます。全然大丈夫です。ごちそうさま。